広場駅の滝本漁港による緊急走行が行われています。ここで協議の内容を簡単にご説明いたします。この協議は交通機動隊および高速道路交通警察隊の代表選手11名によって行われます。該当活動上の必要な課題を設定し、 S 字、方向変換、バック走行、車庫入れなどによって競われます。設定されたコースをより正確に、より速く、かつ安全に走行して、その運転技術を競うものです。パイロンなどへの障害物の接触、コース逸脱、安全不確認などが減点対象となり、車両感覚と高度な運転技術が求められる競技です。